音速ゲーマーズ、もうあのエミのパートまで終わったんですが、終わりました。どうでしたね。いやなんか最初は操作感慣れなくて苦戦しましたけど、物になってしまえばもうあっという間にクリアできてしまって、途中で出てきたガンマさんとかもすごい感情が芽生えていそうな感じがして、ちょっと他のロボットとは違う何かを感じましたね、はい、そんなガンマなんですが、今日はガンマのストーリーでいきたいと思います。ガンマさん気になっております。トライアングルに見えるけど違うのか、両方の機能あったりするチーンと、よし起動成功じゃ。お一人称わしが見えるか。お前を作った天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。 お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番。2番だね。 E102 コードネームはガンマじゃ。ガンマ、ガンマ、うん、以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。他のプレイで結構この装置は人気になってました、ね、うん、確かにここからガンマが、これなんだろうって気になってたけど、ガンマが生まれた場所だったんですね。ここでこのドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れなんでそんなこと言うの。そんなこと言いながら、なんかエグマンが作ったじゃないかっていういきなりファイナルエグから始まります。スニック人形で、ガンマはですね、このナックルズのテイルスは打たない。打てます。で一応操作として長押しで、はい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 、そう、うん、でこれは練習場なんで、まあ、敵自体が少ないというか、まあ、そもそもエグマンのロボットがエグマンの基地にいるっていうことで、うんうんうん、敵が少ない。意外と足速い、速い、私結構遅いんじゃないかって思ったんですけど、ちょっとリズミカルだな。どちらかといえばエミの方が遅いかもしれないです。確かにそうですね。アンニョが、お、おう、おう、やったー。あんま期待されてないみたいですけどね。ちょっとね、ガンマかわいそうだな。期待以上なことしていこう。エグマがいる。あ、エグマがいる。エグマがいる。ご苦労、ガンマよ。でかいな、ガンマ。でかい。エグマは赤が好きなんだ。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞、長エッグキャリア乗船のための選抜テストである。はい、あ、入れよベータ。おー、 E シリーズの同系機先輩ロボの E101 ベータじゃ。俺と戦い勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする、まあどうせベータが勝つやろうが一応やってみるがいい。だろうと、うわ、あの前のシリーズより後のシリーズが劣れてるっていうエグマンの開発者としての疑問がすごい確かにそれはありますね。しかもなんかその感情を揺さぶらせるようなことを 言いますね。エッグマンによって感情が鍛えられた気がする。あ、そういうところ、うん、なんか競わせてエグマンがあえて全然、あ、3回で攻撃よっと、まあ、どうせベータが勝つんじゃろうなという、あのこれ絶対煽りですね煽りですね。見たか、ガンマ超えたぞ。おすごいぞガンマ。わしは最初からお前はやるものと思っておったわい。本体の許可によりガンマにエッグキャリア登場を許可する。お前もエッグキャリアに乗りたいのか。ゆるい、わかったわかった
まあ、なんかの立ち見はなんじゃ。なんかエクマの下でも楽しそうですね。え、なんかもっと雑に扱われるとかなんかあんのかと思ったけど、結構雑だと思うんですけどね。でも優しく感じちゃうのダメかな。不思議な、なんかあのツンデレおじさんみたいな。思った方向と違うエグマンに振り回される感じがあります。うん、なんだかんだ全て愛してるんだろうなって感じてしまう、ね、あの自らの手で作ってるロボットたちですからね。そうですね。あ、誰ガンマ見た子たち、ブラザーズというか、ブラザーズ。ああ、本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもない、この尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。どうやってそこに取り入れるかの使命だが、気になっている。このカエルを草の根分けても探し出し捕獲してきてほしい。あ、そうなんだ。ことは一刻を争う、早速出撃じゃ。はい、草の根分けて。でも同じような子がいっぱいいそうですけどね。ピンポイントでこのちょっと尻尾ができてるから。うん、すごい。ここから探すの。あれ、さっき尻尾の長いカエルがビーチの方へ向かっていた。いや、すぐ教えてくれるやん、親切。よしよし、エメラルドコース。お、なるほど。結構あのソニックとかとステージが構図が似てる。確かにソニックの最初にこんな感じだった。ガンマはタイムアタックです。あ、タイムなんだ。あのよく見ると左腕のタイマーって下がってるじゃないですか。はい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 、敵をたくさんやっつけると今3秒が出されてる。はいはい、あの敵をやっつけた時に右をちょっと見てみてほしいです。3秒、はいはい、で疲れてる。で1回足される。あ、左上のタイムです。なるほど、の最後制限時間が足されるのかです。なるほどなるほど。あ、なんかいるぜ。糸普通に浮いてた。カエルが海水に近づいている。ちょっと痛そう、持ち方。お、早速どこだ、メッセージ的な。え、ガンマも。ガンマもここはデータ照合。どうなの。ここはマスターエメラルド。データなし、現在位置不明。かわいそう。困った。困った。はい。ちょろっと感情が。困ったわ、もう感情だな。あの、ここはソニック3が出てくる。マスターエメラルド。歌ってる。かわいい。歌って、なんか。なんか波紋が。お、この次は聞いたことある私。ごめんなさい、あなたは違うのね。何がだ。あなた気がついた、あの子たちを守る存在に。ちょっと照れてみせる。優しい人。放っておくと消えていってしまう小さい命を守って、彼がいるから
ちもああして安心して歌えるの。私も最初に見たときはびっくりしたんだけどね。でもね、父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。だから彼も心を閉ざしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。おー、彼は誰でしょう。彼は誰？わかりません。ちょっと目星はついてます？まあカオスなの？わかんない。なんかダメ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 、こんな色のカエルたちが。全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。これじゃ、これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。カエルくん、頼むぞ。笑い箱じゃ、どこぞへ消えろ。ああどこに消えるの。なんか気まずいな、最後にやって、うん、お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行ってな。はい。牢に女がいて、小鳥を隠し持っとる。おー、それを奪ってくるのじゃ。奪ってくる。さあ、行け。なるほどね。ここか、ここか。エグバンに忠誠を。今のところ信頼関係すごい築けてますからね。あれ、そっち？あれ？間違っちゃった？ベータ。え？粉ごまベータ？あ、作り変えられてるの。ちょっと見てはいけない感じがしますね。うん、ベータ。おお、話そう。困った。困った。見てしまった。見ちゃった。部屋間違えた。間違えたよ。可愛いな。女の子と小鳥だよ。また私も間違えちゃうとこだったね。来ました。なあ、このショットちょっと好き。何なんだろう、この黒い卵。なんかありそうですよね。黒い卵の正体分かる人もしいたら、ね、教えてください。僕も分からない。小鳥、渡せ。いや、おとなしく小鳥を渡せ。いやったら、いや。なぜだ。なぜだも何もないでしょ。じゃあ聞くわ、この子をどうするつもり。お手なさないでくれるのか。知らないの？でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。さすが。じゃあお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるの。理解不能。そっか、エッグマンはそういうこと教えてくれないんだ。そっか。教えてくれなかった。どうしたの小鳥さん。あ、これ
んま観点からあんましてない。何があったの？ここわかんないんだけど。逃げろ。ガンマからあれですかね、ブローチの写真が見えたとか。なんでしょうね。ガンマは何を感じてるのか。何を感じたの？急げ、もうすぐミスティックルインの基地に着く。あなた、あなた他のエグマのメカとは違うみたい。もしあなたが本当は悪い人じゃないのなら、今度会う時は友達よ。嬉しい。いい人ってトラブルメーカーだ。エミーもやっぱ主人公っぽいですよね。動物に優しい。マイクテスト、マイクテスト、ガンマ緊急戦闘配備じゃ。まず武器庫に行ってブースターを取るのじゃ。武器庫とな？武器庫ってここ？ここかな。あ、ありました。おお。なんだなんだ。ブースターね。ブースター。ジャンプボタンを押し続けると少しの間宙に浮いていられる。浮いていられるのね。はいはいはい。よし、ブースターを取ったな。取りました。ブースターがあって、ならば大至急後部第一甲板まで来るのじゃ。後部第一甲板、急げよ。これか。あ、これ、あ、これ、これが来てる。さっきと変わってる。そっか、乗り物があった。エグキャリア。あ、お、早速このシーン。カンバシと言っていたところ。お呼びですか、ドクターエッグマン。青いハリネズミをハチロスにするんじゃ。訓練の成果を見せてみろ。訓練の成果ってあのだけだったんだ。意外と短い訓練だった。1ステージと1ボスだけで、うん、これやるのかな。あ、やるんだ。そうです、そうです。あのソニックを撃つんです。こいつ辛い。容赦ないですね。容赦ない、辛いですよ。でもソニックからの攻撃ならなんか別にいいやってなるな。ああ、だから本当はこの戦いが引き分けで終わってるのかなっていう。なるほどなるほど。誰で遊ぶかで。やめてロボットさん。エミ。おお、そうなるんだ。向く方向が違う。ロボットさん、あなた、そんな人じゃないでしょ。ね、やめて。可愛い子、お願い。なぜか。エミ。おお、思い呼んでくれた。わけがありそうだな。あ、違う。あ、ソニックか。ソニックの時にソニックにやめてって言うし、ガンマの時にガンマにやめてって言う。ねえ、どんどん高度が落ちてるよ。時間がない。テイルさん、エミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは、俺はエッグマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったら、なんだかんだ言っても来てくれんだよね。ここはもう危ないみたい。あなたもエッグマンの言うことなんか聞いてないで早く逃げなさい。なぜ、なぜ助ける。今度会う時は友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エッグマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。悪くないからね、エッグマンの下も。ね。
なんだかんだ悪くなさそうな職場。なんだかんだこうやってエンジンをついていくのがちょっと人に似てるすごい筋力ですよね。エミもだって片腕で掴んでて、確かになんか軽いのか脱臼しそうで怖いな。なんだなんだ、いろんな記憶、いろんな思いが今。お父さん。ベータ、ドクターエッグマン、マスター登録解除。え、すごい。お、E シリーズ、仲間、助ける。おお。すごい、解除できるんだ。おお。ヒントは。風の石があれば洞窟に。風の石の場所覚えてますか？全然覚えてないです。あ、待って、テイルスの家の近くにあったんじゃなかったか。やった、すごい玄関に、なんかすごいカジュアルに置かれてるっていう。こんなの思ってていいのかなっていう。玄関前のこう飾りとして置いてたんですかね。テイルスは風の衣装を飾ってるかもしれない。おお、始まります。第3面。あ、ここで一個、はい、気をつけましょう。はい、橋もぶっ飛ばすことはできますので気をつけましょう。ああ、なるほど。なので正直私の敵は殺さなくてもいいかなって思う。あ、なるほどなるほど。ことは僕あります、たまに。壊さないで。何ヒットって。ヒット、あ、そこを狙いましょうっていう。なぜこんなにたくさんあるんですかね。確かに。あなたが探してるロボットはこの先よ。あなたが探してるロボット？うん。今仲間を探してた。あのワープさせられちゃった。そうそうそう、あの100シリーズ。ああ、そういうことか。しまった。え、倒さなくていいっていうのは上越してジャンプ。上越す、なるほど。こうすればいいってことか。なるほど。この橋は割と、あ、いた。お。え、戦うの？戦いますね。なんで？仲間ちゃん、オッケー。ほらあっという間に終わりました。え、破壊されちゃう。大丈夫？解放しようとしてたのに。え？あ、いいの？これでいいのか。これでいいです。これでいいのか。これでいいようです。仲良しになりに行くのかと思った。そういうニュアンスを感じましたね。ちょっとさあ、次は見張りの猿。見張りの猿がいた場所覚えてますか？見張りの猿がいたのは、そうだ、崩れてましたね。ソニックの時と同じ猿。なんかすごいガンマ使い勝手いい。使いやすいですね。うん、とってもいい。こっち、あ、いた。えい、ー、お、でこれでレッドマウント。レッドマウントもいきなりなか、あの山の中から始まります。次はどの子がいるんだろう。ガンマンの下っ端じゃなくなったということで、はい、あれですよ、敵が増えてるのもなんかその心理状況じゃないですけど、あ、もう今まで仲間だったはずですもんね。そう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 。おら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 、うん、いや、なんかこの一気に倒せるのが爽快なんですよね。ね、気持ちいい。
いかにスコア高められるかって僕すごいすごいなんか あと1リングでやったー5機あいたおいた黄色い子だ、うん、セプシロンあよし空中の敵もジャンプでほいほいおおやさ今回も早かった、ね、いやガンマ強いガンマ強い敵を感じている私今しかもこれ4体5体ぐらい救出完了残りはピンクの子いますね青と黒と紫黒黒ベータベータ救出完了なんでもないなんでもないなんだ何も言ってませ んネタバレってちっちゃい子言ったけどあれなんでもないてへてへお、すごいですねもしやまだエッグキャリアにおお